って、これから若い人にも続けてやってもらうのかなというような考えを持ってるからね。だから農業は決して見捨てたもんじゃないと。だからなんですよね、皆さんがこれから日本のなんですよね、学生に声をかけられる人もね、全然心配ありませんって言いません。